にちは、カフェミステリークイーンのしおりだよ。今日はカドフェス動画で紹介した本、予言の島とボギワンが来るをご紹介いたします。こちらの2冊、作者は沢村一先生、そう、同じ作者さんでございます。私がなぜこの2冊を選んだのかというと、ボギワンが来るは発売されてからかなり話題になっていた割に、私が読み逃していたのでカドフェスで紹介されてたし、このタイミングだと選んだ次第でございます。そして予言の島はもう帯です。帯の罠にはまりました。だって再読率 200%、 初読はミステリー、2度目はホラーって、気にならない方がおかしい。では早速、ボギワンが来るのあらすじをお話ししましょう。あれが来たら絶対に答えたり入れたりしてはいかん。幸せな新婚生活を送る田原秀樹の会社にとある来訪者があった。それ以降、秀樹の周囲で起こる部下の原因不明の怪我や不気味な電話などの会議、一連の事象は亡き祖母が恐れたボギワンという化け物の仕業なのか。愛する家族を守るため、秀樹は比嘉誠という女性霊能者を頼るが、全選考委員が大絶賛、第22回日本ホラー小説大賞大賞受賞作。これはもう完璧にホラーです。最初からじわじわ怖い、湿った日本独特のホラー感がある。ボギワンという得体の知れないものがだんだんと自分に近づいてくる。なんで自分が追われているのかわからない。自分が周りにいる人間にも被害が広がっている。なぜ、理由がわからない。ただ言えるのは、過去に自分がやってしまったことが原因かもしれないということ。この物語でうわーってしおりが驚いたのは、一人称で話が進むんだけど、途中で語り手が変わるんです。すると別の視点から事件を見ることで見えていなかった真実が語られる。これはゾクーっとしたな。ボギワン関係なくゾッとした。この物語で私が一押しだったシーンはバトルシーンです。日本の伝統的なジメジメとしたホラーとかっこいいバトル漫画が共存している感じがしました。姉妹、東姉妹ですね。特に姉の強さをとくとご覧遊ばせ。さあ、このボギワンが来るでも出ている話題なんですけれども、皆さんは子供の頃どんな叱られ方をしましたか？例えば私は夜に口笛をふーっと吹くとヘビがたくさんやってきて丸飲みにされちゃうよとか、夜中にお金の音をさせると泥棒さんがやってきてさらわれちゃうよなんてことを親が呪文のように言っていたのを覚えています。子供ながらにヘビはいいとして、泥棒が家に入ってきたらどう対応しようとか結構悩んでたかなっていう時期があります。このように私の地域では来るのは化け物ではなかったのですが、場所場所によって子供を叱る時に親が使う呪文が違うかもしれませんね。あなたの育った地域では親が召喚するのはどんなものでしたか？私の家のようにヘビや泥棒、それともボギワンのような化け物でしょうか？もしそんなこと覚えていたら、ぜひコメントいただきたいと思います。では次は予言の島。先ほどボギワンが来るのお話をさせていただきましたが、実は私が読んだ沢村一先生の本はこの予言の島が初めてです。私としてはボギワンが来るよりもこっちの予言の島の方が好みです。やはり私はホラーよりミステリーよりの方が好きっていうことかな。では早速あらすじを。瀬戸内海の向島はかつて一世を風靡した霊能者宇津木優子が最後の予言を残した場所。20年後、霊魂6つが冥府へ移るという。雨宮純は幼なじみたちと興味本位で島を訪れるが、旅館は引田の怨霊が降りてくるという意味不明な理由でキャンセルされていた。そして翌朝、滞在客の一人が遺体で見つかる。しかしこれは悲劇の序章に過ぎなかった。全ての謎が解けた時、あなたは必ず絶叫する傑作ホラーミステリー。
読んでいて違和感があった。でもそれが何なのかわからない。なんかね、イメージは美味しい料理を食べてるんだけど、もう一つ何かの味が足りない。うん、でも美味しいな。何が足りないんだろう。いや、なんだろうな、ソースかな、塩が少し足りないのかな、とかそんな感じの違和感。不思議だ、どういうことだろう。そのまま読んでいると、いつの間にか違和感を忘れるくらい衝撃の出来事が立て続けに起こる。そんで忘れた頃にドカーンと違和感の正体に気づかされる。それがもうどういうこと、ってで、ドゥルルルルルルって最初のページに戻される。これはもう自動ですね。帯に書いてあった再読率 200% は大げさではない。必ず再読するしかなくなります。その後カバーイラストを見ると、また第二の衝撃が待っている。あー、どんでん返しだからこのぐらいにしておこう。とにかく驚きたい方は読んでみよう。ぜひ読んで電撃を食らってくださいませ。もしかしたらピカチュウの10万ボルトに匹敵するかもしれませんよ。このチャンネルではこれからもしおりおすすめのミステリー小説のお話をしていきますので、チャンネル登録して私たちと一緒に楽しいミステリーライフを送りませんか。どうかいいねボタンだけでもポチッと押していってくださると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。